皆さんこんばんルーム小倉優衣です。小倉優衣の優衣ルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。今夜で第76回目の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。世間的な話題でいくと、3日に流行語大賞の発表があったらしくて、私は全然興味がないんですけど、でもこの台本に書いてあるのでせっかくなので拾いたいと思います。大賞はそうだねだったそうです。他にもおっさんずラブや半端ないってなどがトップ10入り。なんか今年そんなになんかパッとしない感じですね。わかんない、私の個人的な意見かもしれないけど、確かにそうだねって聞いたことあるな。私はなんか個人的にはオケマルっていう言葉がすごい自分に響いて可愛いなって思ってました。オケマルって知ってもご存知ですか皆さん。オケマルってなんかオケマルっていうのが、これ多分若者の間だと思うんですけど、なんか流行ってるらしくて、そうあれ可愛いですよねオケマル。うん。全然広がりのない会話ですが、私のね、あの活動の話で言うと、先日ですね12月頭にサードアルバムの発売のね決定というのが発表されまして、はい、今絶賛制作中なんですけども、本当にあのもうアップルガールっていう、まあ、アルバムのリード曲になるのかな、曲がもうね公開されているんですけど、本当にあれ私も今回 TD に参加させてもらったりして、 TD で作った翌日とかに発表されてたからびっくりして。そうだから本当ほやほやの状態で皆様にお届けしている感じで、本当にレコーディングもね新曲今回9曲ぐらい入る予定なんですけど、今も絶賛レコーディングの、はい、日々を送ってるので、今から楽しみに待っていただければなと思っております。ではでは参りましょう、小倉優衣のユールーム。皆さん今日も最後までくつろいでてくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉優衣サードアルバム、白く咲く花、永遠少年や初の CD 化となるブランニューロードに加え、アップルガールなど新曲9曲を含む全13曲を収録。小倉優衣ホップステップアップル、2月20日発売。アンジェラです。公開中の劇場アニメーション計セブンストーリーズ、そのエンディング主題歌全6曲を収録したミニアルバムが発売です。オープニング主題歌サバイブのミュージックビデオも収録。総員燃やせ計セブンソングス発売中。青井翔太ライブツアー開催。2019年1月より岐阜、宮城、福岡、東京、大阪の5都市を巡る全7公演のツアーです。青井翔太ライブ2019ワンダーラボ愛、チケット情報など詳細はオフィシャルサイトで。小倉優衣のユイルーム。改めましてこんばんルーム小倉優衣です。では皆さんからのお便りをご紹介していきましょう。ルームネームゆずぷらさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム。こんばんルーム。サードアルバムホップステップアップル発売決定おめでとうございます。ありがとうございます。さらにリード曲のアップルガールも公開されましたね。ゆいちゃんらしい甘酸っぱく可愛らしい歌詞と歌声ですぐに大好きになりました。ファーストアルバムではストロベリー、セカンドアルバムではチェリー、今回はアップルというように毎回果物がテーマに使われていますが、アルバムタイトルはどのように決めているのでしょうか。これから公開されていくアルバム情報を楽しみにしています、ということでありがとうございます。続けてルームネームももかさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃんこんばんルーム。こんばんルーム。サードアルバムホップステップアップル発売おめでとうございます。突然の発表で驚きました。ファーストアルバムのストロベリージャム、セカンドアルバムのチェリーパスポートときて、サードアルバムはホップステップアップル、果物の連鎖がとても可愛らしくゆいちゃんらしいなと思いました。リード曲のアップルガールショートバージョン早速聞きましたが、私的には
言いたい言えないの後のイエーイがとてもとても可愛くて好きです、ブルーレイ版には8枚目9枚目シングルの MV だったりダンスバージョンだったりメイキングも入っているようで待ちきれませんということで、まあ、他にもたくさんお便りいただいております。ありがとうございます。はい、さっき冒頭のオープニングでもちょっとお話ししましたけども、改めて私小倉優衣のサードアルバムホップステップアップルが2月20日に発売することが決定しました。イエーイ。はいね、確かに急に発表だったから驚かれた方もたくさんいたらしいんですけど、まあ、今回皆さんおっしゃってくれてましたが、ファーストがストロベリーと来て、セカンドがチェリーで、サードでアップルっていう、まあ、赤い果物を制覇していってる感じで、もう次あたりネタ切れが回避できない感じになってきてますけど、はい。で、今回はまあ3枚目のアルバムっていうことで、まあ、タイトルもホップステップアップルってこう三段飛びするようなイメージで、よりステップアップしたね内容、さらにはこうアップルっていうことでこう甘く甘酸っぱい果実っていうのもあれば、こう禁断のね果実のようにちょっと大人っぽい、いつもとねまたカラッと雰囲気が変わった新しい私の表現なんかもできるようにっていう意味合いが込められております。はい、このねタイトルなんですけど、実は私が提案させてもらったのがそのまんま採用されちゃって、ちょっと自分でも戸惑ってるんですよね本当にこれで良かったのかなって思って、そうなんか、でもディレクターさんの方もねすごいしっくりきたって言ってくださって、なんでこのねアルバムタイトルの発案者は私小倉優衣になりますのでまあ今からねどんな内容になるのか楽しみにしていただければなと思いますし、ちょうど先日実はリード曲のアップルガールのミュージックビデオをですね撮影してきました。はい、まだね完成もこれからで編集もこれからっていうところなんですけど、どこまで行ってんのかなこれ。まあでもリード曲をねもう聞かれてる方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、もうすごく今回はこんなに可愛らしいの久々かなって思うぐらい、リード曲ではなんか原点回帰じゃないですけど、ちょっと昔のね私の小倉優衣感をちょっと感じさせるような、はい、曲調もちょっと昭和っぽい80年代とかね、そういうテイストのメロディーが入ってたりとか、すごく可愛らしい楽曲になってるので、ミュージックビデオもそんなイメージが反映されたとてもキュートな世界観になってるので、今からぜひ楽しみにしていただければいいなと思います。じゃあ続いて、ルームネーム、ゆいてさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルームお邪魔します。アニメ、怪獣ガールズブラックウルトラ怪獣擬人化計画の劇場舞台挨拶に参加させていただきました。壇上では、ブラックスターズのメンバー4人と、ゆいちゃん演じる平成最後の邪神こと刀の蔵の5人によるトークや本作の見どころなど内容盛りだくさんでした。本作はウルトラシリーズの怪獣がテーマの作品ということですが、怪獣役を演じてみての感想等がありましたら聞かせてください。また各キャラはそれぞれの怪獣にちなんだ能力を持っていますが、もしゆいちゃんが怪獣なら欲しい能力はありますか。ありがとうございます。そうですね、私も舞台挨拶に参加させていただきまして、ただブラックスターズのメンバーはね4人はもう私参加させてもらったの1日でも6公演ぐらいいらしてもらって、すごくハードなねスケジュールだなって思ってみんなでね乗り越えたんですけど、でも他の4人とかはね地方とかも回って16回だっけ、なんかねすごい回数舞台挨拶があったということで、本当にお疲れ様でしたね。いや本当このね劇場版の作品、私はガタノゾワ役で出演させてもらってるんですけど、まあ、本編的にはラスボス的な見え方になる立ち位置だったので、まあネタバレになるとあんまりね良くないのでそんなに言えることがないんですけど、でもとにかく可愛らしいキャラクターで、ただその元々のガタノゾワっていうのがすごくなんか最強というかもう邪神って言われるだけあって、なんかとてもすごい怪獣
らしくて、歴史に残るような。だからそんな役をね、あんな可愛らしい見た目とのギャップを感じながらやらせていただけることはすごく光栄だななんて思ったりしましたけども。私が怪獣なら欲しい能力。本作でも出てたね、ブラックスターズのメンバーの一人に、シルバーブルーメちゃんって加えるんですけど、高みなげにしてるのかな。で、あのキャラクターが、なんか物を溶かせるんですよね。液体出して。あれ、私もやりたいなって思いました。なんか物を溶かせるって、すごいいい能力だなって。便利ですよね。ゴミとかもさ、捨てなくていいじゃん。溶かせるから。ね。なんか、削減になるいろいろなものが。地球温暖化防止私がいろんなものをね、溶かせるってなれた。それはすごい夢が広がるなって、思いました。あと、この間ね、この、怪獣ガールズの打ち上げがありまして、そちらに私も参加させていただいたんですけど、久々に私打ち上げね、最近全然ちょうど日程が合わなくていけないことが多かったんですけど、久々に参加できた作品で、で、行って、打ち上げって、何でしたっけ、抽選がよくあるんですけど、その抽選がめちゃめちゃ豪華だったんですよ。というのも、ほんと来た人の4分の1ぐらいに当たるシステムになってて、とにかく景品が多かったですね。で、私結構ね、デビューしたての頃は、すごい運が良くて、もう、大体ね、後ろの方になってくると、高額商品がいっぱい出てくるんですよ。今回もね、スイッチとかあったし、ワッフルメーカーとか、なんかそういう機械系、電子機器系家電とか、すごいあったりして、あと金券とかね、あと旅行券とかもあったりするんですけど、その中で私久々に大物が当たりまして、何かっていうと、なんかヘッドホン？高級な、Bluetooth と接続できるっていうヘッドホンが当たりまして、久々に私、しかも自分で弾いちゃったんだよね。ちょうどね、司会進行をね、ブラックスターズのね、メンバーと一緒にやらせてもらったんですけど、まさかの自分の番号を自分で弾いちゃうっていうミラクルが起こって、そう、久々にあれは運が回ってきてるなーって思った出来事でした。しかもね、すごい高級熱で、5万円ぐらいするね、ヘッドホンが当たって、早速使ってみてます。この私が。そう、そんなことがあったりしましたね。またね、作品続いたらいいなって。私どうしても出番っていうかセリフがね、今回結構ね、限られた言葉とかワードが多かったので、作品の内容的にもね、次の作、次作が展開、考えられそうな結末で終わってるので、皆さんの応援次第でね、また続編なんかも期待できればいいなと思ってます。じゃあ続いて、ルームネーム、キヨンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム。僕は高校3年生の受験生だったのですが、先日、第一志望の大学に合格することができました。勉強が辛い時は、ゆいちゃんの歌やこのラジオを聞いて、やる気を出すことができたので、合格できたのは、ゆいちゃんのおかげだなと思っています。これからも体調管理にお気をつけて、お仕事頑張ってください。いつまでも応援しています。ではではお邪魔しました。ということでありがとうございます。いやー、やっぱり、自分がもうちょっと大学も卒業して、1年ちょっと経ちましたけど、やっぱ学生生活に離れると、学生としての、こう、時期みたいなのにすごく疎くなりますね。そっか、今ってもうそんな時期だったんだって思わされますね。勉強が辛い時は、このラジオとかを聞いて、やる気を出せたので、ゆいちゃんのおかげだなと思っています。いやいやいや、自分のね、努力の結果ですよ、これは。そうですね。体調管理にお気をつけて。ありがとうございます。合格か。まあでも大学はね、入ってからもいろいろ大変ですからね。やっぱりお友達作りの場として、最後のね、場所だと思う。なんか、言い方が変になっちゃった。なんか、なんていう表現が正しいのかわかんないですけど。やっぱね、学生時代の友達、一緒の友達っていうのは、本当だなって思うので、これ、プレッシャーをかけるようでなんですけど、キュンさんはこれから一生の友達を
作りに行くということで頑張っていただければいいなと思います。ではもう一枚紹介しましょう。ルームネーム遠藤豆さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃんこんばんルームお邪魔します。この間の放送で水瀬いのりさんや日高里奈さんたちからディズニーに一緒に誘われていたけど行けなくて残念という話をされていましたね。そのお話、水瀬さんのラジオで出てきました。ゆいちゃんがその話をちょうどしていた日が、水瀬さんのお誕生日で、大西沙織さん、加久間愛さん、高橋みなみさんがゲストでラジオに来ていて、その話をしてましたよ。みんなハイテンションで何を話してたのかよく覚えてませんが、どんだけハイテンションだったんですかね。ディズニーからタクシーで帰ったというくだりだけは記憶に残りました。ゆいちゃんも今度行く機会があったらぜひレポートお願いしますということで、ありがとうございます。かいのりね、お誕生日迎えられてということで、おめでとう。いや、私も行きたかったなー。ねえ、残念だよ。なんかこのメンバー、おなじみのメンバーっていう感じがしますね。なんかちょっと前にも、あれはいつだったかな？結構前か。なんかこのみんなのメンバーで焼肉をね、食べた回とかありましたね。そうそう、その時にさ、大西沙織ちゃん？沙織ちゃんがね、私ほら、よくさ、YouTube でスライムの動画見てるって言ってたじゃないですか。一時期スライムにハマってるって。で、沙織ちゃんも同じチャンネル見てたの。すごくない？だから声優界の中でね、私初めてね、スライムを共有できたスライム仲間。スライム同士ですよ。沙織ちゃんは。だからいつか、私のユイルームにも遊び来てねって話をしてて、音フェチ放送。文化放送初の、音フェチ放送をお送りするっていう、なんともコアな放送会をやりたいなっていう夢があるんで、ぜひ沙織ちゃんには、このお部屋に遊びに来てもらいたいなって思いますね。うん。じゃあそんな感じです。はい。というわけで、ここまでとなります。今後もどんどんお便り送ってきてください。ではここで一曲お届けしましょう。お便りでもいただいておりましたが、2月20日に発売される私小倉優衣のサードアルバム「ホップステップアップル」より小倉優衣でアップルドール。小倉優衣のユイルーム。優衣のどちらにしようかな。こちらはちょっとした豆知識を学べちゃうかもしれない二択のクイズコーナーです。どちらが正解か迷うようなクイズに挑戦して、正解できればポイント獲得となり、15ポイント貯めたらご褒美をもらうことができます。ご褒美は要相談。現在のポイントは10ポイントです。さあ、まあ、このなんとも不毛な時間がやってきたんですけど、今日はちょっとした嬉しいアナウンスがあって、今日、もう今10ポイントなんで、あと5ポイント、だから5問正解したら、このコーナー終わりにできるんですよ。そう、だから、今日ちょっと時間に余裕があるんで、もうできるだけサクサクやって、もうこのコーナー終わりにしようっていう、そういうね、はい、今日はスタンスでやっていけたらいいなって思ってるので、はい、頑張りんごですね。しばらくの間。頑張り豆大福封印。頑張りんごでいきたいと思います。じゃあ、問題いきましょう。漢字で、大口の魚と書く魚はどっち？あ、大きいに口に魚。A、カツオ。B、タラ。全然、なんかカツオさんとタラさんのビジュアルというか、顔面が、全然驚くほど出てこない。だからその、まあ、きっと、口が大きいんであろうけど、カツオってどんな魚だったっけ？なんかどっちかって言うとなんかあっちのカツオくんが出てきちゃうよ。タラちゃん。タラちゃんってさ、バブーだっけ？あ、な、え？え？なんとかです。イクラちゃんか、バブーは。タラちゃんは。なんとかですって方だっけ。え、なんだっけ、なんとかですだっけ。え、そうだったっけ。全然ピンとこないや。
イクラちゃんがワブーか。全然話題がそれちゃったやん。じゃあ、カツオにしとこっか。じゃあ A のカツオで。あー、こんなに時間割いたのに。残念。B、タラ。字の通り大食いであることに由来します。へぇ、魚偏に雪と書いてもタラと読みます。もう全然、もう忘れてるよ、これ。あと何十分かしたら。じゃあ続いての質問。問題。イカの数え方で使われるのはどっち？ A、一杯。B、一枚。イカ？私、これ言い訳みたいに聞こえるとあれなんですけど、イカ好きじゃないんですよ。イカ食べないし、だから、イカ？あんまり今まで、イカに関する情報をそんなにこう、着目したことがないから本当にわかんない、これ。常識なの？何これ？わかん、でも前じゃない？なんか、薄いし、イカってペラペラしてるし。じゃあ B の前で。ね、嘘でしょ？早く終わりにしたいのに。はぁ、なんていう日だ。答え、一杯。一杯二杯のパイという字には膨らみのある器という意味があります。イカもそれに似ているので、この数え方をすると言われます。ただし、一杯二杯と数えるのは、多くの場合食材としてのイカで、生物のイカに対しては引きを使うことが一般的です。もうどっちでもいいよね、これ。もう絶対イカ食べないから、私今後ももうずっと。じゃあ続いて。チューインガムとチョコレートを一緒に食べるとどうなる？ A、チューインガムが溶ける。B、どちらも味がしなくなる。これ聞いたことある？ A じゃない？やったー！あー、やった1ポイント。あと4ポイントか。A、チューインガムが溶ける。ガムは油に溶ける。脂溶性という性質を持っています。チョコが油を持っているため、一緒に食べると溶けてしまうのです。怖くないこの現象。すごい体に悪そう。その溶けた油がさ、体内に吸収されるんでしょ？確かにさっきいろんなもの溶かしたいって言ったけど、なんか体の中で溶けていくのはちょっと拒絶反応が。そうなんだ、気をつけよう。じゃあ続いて。男性たちの中にいる一人の女性という意味で使われる紅一点。この紅一点の言語となった花はどっち？ A バラ、 B ザクロ。男性たちの中にいる一人の女性、バラかなーって思いつつ、でもザクロって花なの？果物じゃないの？あれバラでいっか。なんか女性を象徴しそうなお花だしね。じゃあ A で。B ザクロ。草むらの中で桜の花がただ一つ赤く目立っているという中国の詩が元になっています。はあ、もうダメだ。もうダメだ。全然当たらない。ああ、助けてー。ザクロなんだ。気づかなかった。ええー、落ちちゃったー。たった一問。あんなにさ、このコーナー始まった時今日で終わりにできると思ってテンションが高かったのに。マジかー。ということで、今回ここまでです。残念ながら、今日獲得したポイントは1ポイント。よって合計11ポイントになりましたー。全然まだまだだ。4ポイントあと。はー。年内までにはなんとか終わらせられるように頑張ります。ということで、以上ゆいのどちらにしようかなでした。小倉ゆいサードアルバム、白く咲く花、永遠少年や初の CD 化となるブランニューロードに加え、アップルガールなど新曲9曲を含む全13曲を収録。小倉ゆいホップステップアップル、2月20日発売。宮野守です。初のアリーナライブツアーエキサイティング、埼玉スーパーアリーナ公演を全曲収録したブルーレイ&DVD がついに登場。守る宮野アリーナライブツアー2018エキサイティング、12月26日発売。
水木奈々ニューシングル「ネバーサレンダー」劇場版アニメ「魔法少女リリカルナノハデトネーション」の主題歌挿入歌他を収録、キングレコードより発売中。お送りしてきました小倉優のユイルーム、ずっと二人でお聞きながらエンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。各コーナー宛て楽曲のリクエストなどどんどん送ってきてください。おはがきの場合は郵便番号 105-8002 文化放送小倉優のユイルーム、それぞれの係まで。メールでもお待ちしています。アドレスはユイルーム @joqr.net です。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。住所氏名の記入を忘れないようにしてください。たくさんのお便りお待ちしています。ではここで私からのお知らせです。来年2月20日にサードアルバムホップステップアップルが発売されます。シングル白く咲く花や永遠少年、初の CD 化となるブランニューロードに加え、新曲9曲を含む全13曲を収録予定です。今からぜひチェックしておいてくださいね。さて第76回の放送でしたが、今日はもうとにかくあのコーナーを終わらせられなかったっていうダメージがもうものすごい。なんかもう次からさ、1個当てたら2ポイント制みたいな感じで、ちょっと難しい問題とかをさやることできないのかな。どんだけ終わらせたいのって話ですよね。はぁ、本当に、まあ、なんとしてでも今年中にはね、あのコーナーをどうにかしようということでやっていきたいと思います。というわけで今回この辺でお別れです。ここまでのお相手は小倉優衣でした。またゆいの部屋に遊びに来てくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。FM916AM1134 文化放送です。武田真嗣と岡部真知がお送りしているガキパラ、12月14日のガキパラはシンディの誕生日直前スペシャル。シンディゆかりの有名人からお祝いコメントがたくさん届いてます。ゲストには私立恵比寿中学のメンバーが登場。アーティストグッズのプレゼントもあります。 FM916 ラジコでも聴けるガキパラ、毎週金曜夜10時から。恒例日本大相撲トーナメント第43回大会、来年2月10日日曜日両国国技館にて、手に汗握る勝ち抜き戦。ただいま末席など文化放送リスナー特別価格で数量限定好評発売中。詳しくは文化放送ショッピングで検索。僕たちを誰だと思ってるんだい。気高く輝くパーソナリティ、東映公認鈴村圭一、神谷博士の仮面ラジレンジャー。12月14日のゲストは放送中の怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーより本木誠也さんです。12月14日金曜24時30分はラジオの前で僕たちと握手。あなたのマイメディア文化放送1時です。